ヤロスラフ・フォーゲルは、チェコ出身の指揮者、プルゼニの生まれ、作曲家だった父カレルから、音楽の手ほどきを受け、タカール・シェフ・チークにバイオリン、ビーチェスラフ・ノバークに作曲を学んだ。1910年に、ミュンヘンに行って、ビクトル・グルトに、対位法を学び、パリのスコラ・カントリムで、バン・サン・ダンディの教えも受けた。1914年から翌年まで、 地元プルゼニの歌劇場の指揮者を務め、第一次世界大戦従軍後の1919 19年から1923年まで、オストラワの歌劇場の指揮者人に加わった。1923年から、チェコフィルハーモニー還元楽団や、チェコ鉄道還元楽団などに客演して、実績を積み、1927年からオストラワの歌劇場に、主席指揮者として復帰し、 1943年まで在籍した。第二次世界大戦後は、チェコ各地のオーケストラや歌劇場に客演したが、1949年からプラハの国民劇場の主席指揮者となった。1959年にブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に転出し、1962年まで務めた。作曲家として、 オペラを4作ほど手掛けているほか、音楽学者として、レオシュやナーチェクの伝記なども執筆している。プラハにて死去。ありがとうございます。